洗濯天気予報をお伝えしていきます。前線や低気圧が接近しますので、日本海側を中心に NG 心配というところが多くなっております。また南西諸島もすっきりしないお天気となりそうです。一方で太平洋側を中心に OK というところが多くなっております。ただ朝は冷え込んでおりますので、気温が上がってから外干しするのがおすすめです。では続いてお天気の移り変わり確認していきましょう。9時から時間を進めて見ていきます。白が雪、オレンジが晴れというエリアです。日本海側を中心に白い雪のところであったり、グレーの曇り、青色の雨というところが増えていきます。日本海側では下り坂ですが、太平洋側を中心に晴れが続いていくところ多くなりそうです。ここまではこの後のお天気の移り変わりもお伝えしていきました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただくことができます。2022年もウェザーニュースは皆さんの洗濯ライフをサポートします。